はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は定期試験対策シリーズの生物の第17回目となります。で、今回扱う内容は、組み替え化の計算となります。で、組み替え化の計算というのは、えー、つまり、これ、配偶子の形成に関する計算問題なんですね。まあ、なので、えー、それに関するちょっとお話を黒板の方で最初に説明してから、問題の方を解いていきたいと思います。 ではまずね、独立と連鎖に関するお話の確認です。でこの独立とか連鎖っていう概念は、えー、複数の遺伝子座について見たとき、えー、それらの、ね、遺伝子座が異なる染色体に存在するか、それとも同じ染色体に存在するかっていうのを考えたのがこのお話なんですね。で、その時に、独立というのは、えー、複数の遺伝子座が、まあ、互いにですね、異なる染色体にま存在する状態のこと。 それに対して、連鎖というのは、複数の遺伝子座が同じ染色体上に存在することを意味します。で、この独立か連鎖かによって、その、ね、遺伝子の配偶子への渡され方っていうのが変わってくるんです。じゃあ、この時ですね、A という遺伝子座と B という遺伝子座があったとして、今からですね、Large A, Small A, Large B, Small B, B という遺伝子型のお話をね、考えていきます。で、その時に、 今ね、独立だったとします。A と B が独立。つまりね、異なる染色体に存在しますよっていう状態ですね。で、その時、A と B の組み合わせっていうのはランダムなんですね。Large A と Large B 組み合わさるのも、Large A と Small B 組み合わさるのも、ね、Small A, Large B も Small A, Small B もランダムなんですと。ですので、この時ね、A と B が配偶子にどう渡されるかって言ったら、 ラージ A、ラージ B が渡されるもの。ね。ラージ A、スモール B が渡されるもの。ね。スモール A、ラージ B。スモール A、スモール B。これは、すべてね、均等になりますよということで、えー、独立の時は、この二組の対立遺伝子は、えー、均等にね、一対一対一対一で渡されることになります。で、それに対してね、今度連鎖の話をするんですけど、連鎖っていうのは、さらに、完全連鎖と不完全連鎖というものに分けられます。 で、完全連鎖というのは、これね、染色体の乗り換えが起こらないタイプのお話になります。で、その時に、今ね、じゃあ、ラージ g A, スモール A, ラージ g B, スモール B の遺伝子型について考えるんですけど、まあ、パターンとしてはね、2パターン考えられます。まず1つは、一方の相同染色体にラージ g A, ラージ B。もう一方にスモール A, スモール B が乗っている場合。そして、もう1つのパターンは、一方の染色体にラージ g A とスモール B が存在し、 他方に small a と large b が存在しますよっていうパターンですね。じゃあまずね、上のパターンから考えます。で、えー、まずね、このお話において、乗り換えが起こらない場合、large、えー、a, large b という組み合わせ、small a, small b という組み合わせ、もうこれは変わりません。新しく large a, small b とか、small a, large b が生じたりはしないんですね。なので、はい、今から配偶子作りますよっていう時は、 ラージ A、ラージ B、ラージ A、スモール B、スモール A、ラージ B、スモール A、スモール B。はい、この中で、ラージ A、ラージ B とか、スモール A、ラージ B っていうのは生じませんよと。なので、配偶子の比率は、1対0対0対1となります。一方で、ね、ラージ A、スモール B、スモール A、ラージ B が連鎖している場合、配偶子の形成は逆にですね、ラージ A、ラージ B の染色体とか、ね、スモール A、スモール B の染色体は生じません。 なので、配偶種の比率は0対1対1対0となります。まあ、これがですね、完全連鎖のお話ですね。まあ、なので、完全連鎖っていうのは、ね、A と B がどういう組み合わせで染色体上に存在するかによって、配偶種の比率が1001か0110になるかっていうのは決まるわけです。で、もう一つね、はい、不完全連鎖という話があります。不完全連鎖というのは、染色体の乗り換えが起こるパターンです。 で、その時っていうのは、じゃあ今回ね、large a, large b が連鎖していて、他方で small a, small b が連鎖している場合で考えると、今、乗り換えが起こると、このね、large a, large b, small a, small b に加えて、large a, small b とか、small a, large b っていうのが生じるんですね。ですので、今回は large a, large b も、large a, small b も、small a, large b も、small a, small b も、つまり4種類の配偶紙が生じますよっていうことになります。 ただしですね、その乗り換えが起こる確率っていうのは、そのね、生物によって違ったりするんですね。ですので、その比率っていうのは、えー、組み換えかというものをね、求めることで、このね、配偶子の比率がわかります。ですので、今回はひとまず、M 対 N 対 N 対 M と置いています。で、今ね、この全配偶子のうち、組み換えによって生じたのは、この真ん中の2つですよね。 まあですので、えー、組み替え化っていうのは、このね、全配偶子の合計のうち、このラージ a, スモール b, スモール a, ラージ b を持っている配偶子の数の割合で求めることができます。まあ、ですので、ねえー、組み替え化に関しては、この不完全連鎖が起こっている時の話なんだっていうのをね、まず押さえておいてください。では問題解きながら、今のね、お話を確認していきます。では問題文読んでいきましょう。 スイートピーの花の色には紫色と青紫色と赤色があり、花粉の形には長花粉と丸花粉がある。ここで花の色の遺伝子は青紫色が赤色に対して優勢で、花粉の形の遺伝子は長花粉が丸花粉に対して優勢であることが分かっている。今、青紫色の花、長花粉、こちらが遺伝子型、ラージ B、ラージ B、ラージ L、ラージル と、えー、赤色、丸花粉。はい、こちらが、small b, small b, small a, small l。を交配し、えー、親として交配すると、F1 はすべて青紫色花長花粉となりました。えー、この F1 を検定交雑して、F2、えー、雑種第2代を作ると、表現型とその分離比は8対1対1対8になりましたよって話ですね。では、えー、このお話をですね、まず黒板の方で整理していきます。 はい。ということで、えー、今回ね、両親は一方がラージ g ラージビラージ B, l ラージ e L, なので、えー、こちらが作る配偶子はラージビ B とラージエル L を一個ずつ持った、ね、配偶子となります、えー。それに対してもう一方はスモ、えールビ B, スモール l B, スモール l L, s m a l こちらが作る配偶子はスモールビ B とスモール l ルを一個ずつ持ったものになりますよと。で、この配偶子が互いに受精すると F1 が生じます。で、その、ね、遺伝子型は l ー r g e B, s m ラージエ L, スモールエ L となるわけです。 でそして、このね、F1 を検定交雑しますよっていうお話でした。で、検定交雑というのは、このね、F1 に対して、劣勢ホモの接合体を交雑させることを言います。ですので、今回であれば、ね、small b, small b, small l small l を掛け合わせてあげるわけですね。で、その結果、生まれてくる子供が8対1対1対8になりましたよっていうお話でした。 そこでまず問いの1番では F1 の遺伝子型が問われていますので、まずね、これ答えてあげますと、こちらは Large B Small B、Large、L Small L ですので、正解は E いということになります。では今度問いの2番です。2組の遺伝子 Large B Small B と遺伝子 Large L Small L は独立であると仮定し、F1 同士を親として交配した場合、 次の世代の表現型の分離比はどうなりますかっていう話なんですが、これね、先ほど下線部の方では、なんかね、生まれてくる子供が8対1対1対8になってるから、これね、あの連鎖で、まあ不完全連鎖で組み換えが起こってるっていう話なんだけど、まあ今回ね、この問いの2番は B と L が独立であると仮定して問題解いてみましょうねっていう話です。で、独立の時というのは配偶子の比率が1対1対1対1で作られるわけですよね。 で、その時に、今、このね、F1 同士を交配したらどうなりますかっていうことで、じゃあこちらをね、えー、解いてみたいと思います。で、まずね、ここまでの確認をしておきます。で、今回は、Large B, Small B, Large L, Small L の自家受精となります。で、今回独立なので、えー、それぞれですね、4種類の配偶種を1対,1対1対1対1で作るわけです。じゃあこの時ね、この配偶種の組み合わせを表で書くと、 えするとね、まあ、このような表が得られるわけなんですけど、じゃあこの中で青花で長花粉のものを探してみると、それはラージビー B とージエルを L を、まあ、持っているやつを、ね、探せばいいので、それははい、このね、えー、9つとなります。で、それに対して青花丸花粉のものを、ね、探してみると、それははい、この、えー、3つと、えー、なりますよと。で、そして今度ね、赤花で長花粉のものを探してみますと、 はい、それは、この、対3つとなります。で、そして、一番右下が赤花の丸花粉となるわけですね。はい、そうすると、比率は、9対3対3対1となるわけです。え、がって、え、問い2番の、このね、独立の場合の自家受精の結果というのは、9対3対3対1が正解なので、H が答えとなります。では、次に、今度ね、問いの3番です。え、2組の遺伝子、 ラージ B、ラージ L と遺伝子スモール B、スモール L が完全に連鎖していると仮定し、F1 同士を親として交配した場合、次の世代どうなりますかということで、今度は完全連鎖の場合だったらどうなりますかって話ですね。では、こちらのお話も黒板の方で考えてみたいと思います。で、まずね、確認しておきたいのが、これ最初に見たやつですね。この F1 っていうのは、親が一方ラージ B、ラージ B、ラージ L、ラージ L で、 他方が small b, small b, small l, small l なんです。で、large b, large l を片方の親からもらい、他方から small b, small l をもらっていますので、この f1 というのは、染色体上で遺伝子が連鎖している場合は、large b, large l が一方の染色体で連鎖し、他方では small b と small l が連鎖していることになります。で、このね、f1 の、ね、この f1 が、 完全連鎖で自家受精したらどうなりますかっていうお話です。はい。で、今回ね、完全連鎖のもとで、それぞれ配偶子が、えー、作られるとすると、えー、どちらもですね、l ージ B l a r L と s モール B スモー l l が1対1で作られることになるわけです。ではね、これを表でまとめてみましょう。そうすると、まあ、このような表が得られます、えー。そうするとね、はい、この3つに関しては、青花で長花粉。で、そして、一番右下が、 赤花で丸花粉となります。えですので答えはえ、青花、長花粉が3で、赤花長、丸花粉が1ですので、3対0対0対1を探します。はい、そうすると D が正解であるとわかります。じゃあ今度ね問いの4番です。下線部から2組の遺伝子、Large B, Large L と遺伝子 Small B, Small L は不完全に連鎖していることがわかった。 この時遺伝子ラージ B とラージ L との組み替え化はおよそいくらになりますかということでね、いよいよ組み替え化の計算が出てきました。で、今回下線部ではその配偶子の比率というのが8対1対1対8でした。じゃあそれをね、どう使いましょうかっていうお話を黒板の方でやっていきます。で、またね、こちらの図に戻るんですけど、今 F1 というのは一方の染色体でラージ B とラージ L が連鎖し、他方がスモール B とスモール L ですと。 で、その時に、はい、この F1 が配偶子を作るとどうなるかというと、え今回ね、まだ組み替えが求まってないので、え配偶子の比率っていうのはね、わからないんですと。ですので、ここでは文字で置くことにしたいと思います。で、また、え今回のね、検定交雑の相手の small b, small b, small l small l は、small b, small l の配偶子このね、1種類しか作りません。 じゃあ、これをですね、今から配偶詞の組み合わせを表でまとめてみたいと思います。えー、するとですね、まあ、このような表が得られるわけですね。はい、一方は、small b, small l のみの配偶詞で、えー、もう一方が4種類の配偶詞を m 対 n, 対 n 対 n 対 m で作りますよと。はい、そうすると、えー、青花長花粉が m、えー、青花丸花粉が n、赤花長花粉が n、えー、そして赤花丸花粉が m ね、えー、生じることになります。 ただし、今ね、生じた子供の比率は、これね、8対1対1対8と分かっているわけですよね。下線部から。で、今このね、生じた子供の比率と配偶子の比率が一致してるんですと。ですから、配偶子の比率も8対1対1対8となるわけです。で、今回、組み替えによって生じたものっていうのは、この真ん中の2つですよね。 えということは、組み替えかというのは、全配偶子の数分の組み替えを起こした配偶子の数かける1 0 0で求めることができます。で、こちらを計算すると、まあ、消第2位を死者誤入して、答えは11.1%となります。ですので、問い4番の答えは C ということになります。 では次、問いの5番ですね。不完全連鎖している F1 の自家受精によって得られる F2 の表現型と分離比を求めましょうと。で、今も、今もうね、すでに F1 が配偶種をどのような比率で作るか分かっています。ですのでね、それを踏まえて最後の問題とおきたいと思います。で、今回のね、えー、問題では、はい、不完全連鎖で F1 が作る配偶種の比率は8対1対1対8ですよっていうのはね、問いの4番で確認していました。 で、今回相手も同じ8対1対1対8で配偶子を作っていますと。じゃあその時の表はっていうとね、はい、このような表が書けますと。ね、8対1対1対 8×8 対1対1対8ですよと、えー。そうするとね、各遺伝子型が、はい、64、8、8、64、8、1、1、8、1、1、8、64、8、8、64と出てきますと。まあ、ちょっとね、えー、遺伝子型はもう書いていないんですけど、じゃあこの中で、 青花で長花粉どれですかって言ったら、えー、それは、はい、これと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 、みたいな感じで、はい、9箇所ですね。はい、これをまあ足してあげればいいんですよと。で、そして、青花丸花粉は、はい、ここの3箇所ですと。で、そして赤花長花粉は、はい、ここの3箇所ですと。で、そして赤花丸花粉が一番右下の64となります。 はい。ですので、このね、比率を数えていただいて答えが出せます。で、今のね、計算していただければ、問いの5番は E が正解だとわかるかと思います。はい。ということで、今回ですね、組み替え下の計算をやったんですけど、まあ、今回ね、扱った内容が、まあ、基本中のね、基本みたいな感じです。しかし、遺伝計算っていうのは、この基本をですね、しっかりと理解すれば、応用問題もね、サクッと解けることが多いので、今回のね、内容をしっかりと叩き込んでもらえたらと思います。 では今回は以上となります。お疲れ様でした。今回も授業お疲れ様でした。生物は授業で使っている資料を公式ホームページの方からダウンロードできますので、そちらを利用してもらえたらと思います。プレミアムの方では共通テスト対策とか、私立国立とかの対策をやっていますので、そちらの方でパワーアップしてもらえたらと思います。では皆さんお疲れ様でした。